中大作戦は、ジーン・ロッデンベリーが制作した、アメリカの SF テレビドラマ。スター・トレックシリーズの最初のテレビドラマとして、NBC 系列において1966年から1969年まで、全3シーズンが放送された。23世紀を舞台に、宇宙船 USS エンタープライズ号とその、乗組員の冒険を描いている。本作をきっかけに、 6本のテレビドラマ、3本のテレビアニメ、13本の映画が制作されており、加えて、ノベライズ版をはじめとした、多数の書籍及びゲームや玩具等からなる、メディアフランチャイズが生まれ、現在では、高い人気と影響力を持つテレビドラマの一つとして、広く知られている。後続の作品群によって、区別の必要が生じたため、本国のアメリカでは、スタートレック、 ザ・オリジナルシリーズと改められ、現在はその呼び名が定着している。他の放題に、スター・トレック、宇宙大作戦など、現代の故障と併記される場合もある。本作は、ジーン・ロッデンベリーの番組制作会社である、ノルウェー・コーポレーションとデシュル・プロダクションとの提携によって制作され、1966年9月より、NBC 系列で放送が開始された。 1968年1月以降は、デシルプロダクションを買収した、パラマウントテレビジョンが制作と提携を引き継いでいる。放映当時は、視聴率が伸び悩み、第2シーズンでの打ち切りが囁かれるほどであった。ファンによる手紙での継続単眼運動などにより、過労死手第3シーズンへ継続できたものの、放映時間の変更の変更や、予算削減。 それに伴う内容の方針転換から、さらなる視聴率の低下を招き、結局このシーズンで打ち切りが決定し、1969年6月に放送を終了した。しかしその後、番組販売による再放送が始まると、次第にアメリカ全土でファンを獲得し、ニューヨークなどの大都市で、 コンベンションが開かれるなど、カルトクラシックの地位を獲得しつつ大衆文化に影響を与えるに至った。本作の版権を持っていたパラマウント、A、映画では、ロッデンベリーに続編の制作を依頼し、テレビアニメ、漫画宇宙大作戦が1973年9月から放送されるも、依然として、実写でのシリーズ復活を求めるファンの声は大きかった。 1975年5月、ロッデンベリーはパラマウント映画と劇場版制作の契約を結び、スタートレック、ザゴッドシングの企画が立ち上がるが、宗教色の強い内容に、パラマウント映画が難色を示したためこの企画は消滅した。1976年9月、新たに雇われた脚本家たちによって、スタートレック、プラネット・オブ・ザ・タイタンズの企画が立ち上がるが、 この企画もまた総合台本に了承が出ずに消滅している。1977年にはテレビドラマスタートレックフェーズ2の企画が立ち上がり、1978年春からの放送がパラマウントテレビジョンサービスによって告知される。ところが、同年よりスターウォーズの大ヒットを契機とした。 SF 映画ブームが生じたため、改めて劇場版へ企画が再変更され、1979年12月、劇場版第1作、スター・トレックとして公開されるに至った。この劇場版第1作は、莫大な制作費の回収さえ至らなかったものの、パラマウント、A、映画が、制作費を抑えつつ、続編を企画するには十分で、 その後も劇場版が継続して作られるようになった。本作は、西部開拓ドラマの宇宙版として構想されたため、スペースウェスタンの要素が含まれている。また、従来の SF ドラマに比べ人間ドラマの要素が濃い、ことから、普遍的なテーマを扱うことが多い。登場人物に、アメリカ人、アフリカ民族、スコットランド人、ロシア人、アジア人など、 各民族を廃し、女性も主要キャラクターに含めるなど、差別のない時代を描いている。特に、ニシェル・ニコルズ演じるウフーラは、アフリカのバンツー族出身で、艦隊士官という設定であったため、黒人への差別意識が根強かった。放送当時は、画期的なキャラクターとして捉えられた。黒人たちの中でも、とりわけ黒人女性たちに、大きな希望を与えたと言われている。 また、第65話、キロナイドの魔力における白人と黒人のキスシーンは、当時としては、常識破りであった。2006年には、アメリカでの放送40周年を記念して、デジタルリマスター版の制作と放送が、CBS パラマウントテレビジョンによって同時に、進められた。劣化したフィルムに、画像処理と音響処理を施し、 特撮シーンは CGI に再合成されたもので、制作を終える2009年まで2シーズンに分けて放送された。日本では2007年に NHKBS2 が初めて放送し、その後はスーパー。ドラマ TV 等にて放送が続けられている。現在では放送や動画配信の大半がデジタルリマスター版に切り替わっており、 当時の特撮シーンを視聴できないという点で注意を要する。なお、特撮シーンの差し替えが行われていないバージョンも存在し、デジタルリマスター版ブルーレイでは両者を切り替えて視聴することが可能になっている。舞台は23世紀の天の川銀河。超高速高校技術を開発した地球人はバルカン人などいくつかの種族と惑星連邦を結成していた。 その惑星連邦を守護し、新宇宙探査、防衛、外交、巡視、救難など、あらゆる任務を行うのが、惑星連邦宇宙艦隊であり、その宇宙艦隊の最新鋭艦が、船長のジェームズ・ T ・カーク、副長兼科学士官のスポック、医療主任のレナード・マッコイラが乗り組む、宇宙船 USS エンタープライズ号であった。オープニング映像の前半では、 カーク船長を演じるシャトナーがナレーションとして登場し、任務の目的を語る。スポックとカーク、下部に映っているのが宇宙船、USS エンタープライズ号の模型日本語、吹き替え版は東北新社によって制作された。日本では放送時間に合わせ一部シーンをカットした状態で放映されたため、当時は完全な日本語吹き替え版が存在せず、旧版 DVD は、 カット部分を字幕で保管していたが、デジタルリマスター版 DVD 発売の際に、その部分に追加収録を刊行したことで完全な吹き替え版が視聴できるようになった。また、日本初放送当時は問題がなかったが、現在では不適切な表現や放送禁止用語になった言葉が使用されている部分や、再放送でカットされたシーンの吹き替えは再録されている。 追加収録部分は、各登場人物に、可能な限り放映当時と同じキャストを起用しているが、すでに個人や引退、消息不明などで代役が声を当てている部分があり、現行 DVD は一部で異なる声色や、同一声優でも声のトーンが異なっているシーンが、存在する。日本語を吹き替え版では、巡視官以上は、継承が必須とされる、英米海軍伝統に則り、 ミスター・スポックなど人名に継承が取られ、医療主任のマッコイは、ドクター・マッコイや単に、ドクターと呼称される。惑星連邦宇宙艦隊階級は海軍に準じており、キャプテンは大佐を指す。本作では、船長と訳されているが、続く劇場版からは、艦長と訳されている。これを踏襲し、本作より、以前の時代が、舞台の、スター・トレック、 エンタープライズや、スター・トレック、ディスカバリーでは、船長に翻訳が統一されている。日本語を吹き替え版では、スコットの名前が、チャーリー、ウフーラの名字が、ウラ、ツールーの名字が、加藤に変更された。この煽りを受けて、第2話、セイサス星から来た少年に登場する少年の名前も、チャーリーから、ピーターに変更されている。また、劇中では、暦として、 西暦ではなく宇宙暦が用いられているが、宇宙暦0 4零 x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  のような言語版と全く異なる数字に変更されている。これは日本における初回放送を行った日本テレビのチャンネル数である4に習ったものとされ、1969年のアポロ11号の月面着陸を起源として約400年後という意味だと、 解釈されている。そのため、日本語吹き替え版では23世紀ではなく24世紀が舞台になっており、言語版のセリフや後のシリーズ作品の設定とは約100年のズレがある。オフした声優は追加収録部分にも同一の役で参加している。NBC 系列により以下の時間帯に放送された。日本における初回放送は第1シーズンが 日本テレビ系第2.3シーズンがフジテレビ系によってなされ、それぞれ S401 年宇宙大作戦宇宙パトロールという放題だった。その後、地方各地の民放局によって幾度と再放送がなされており、1980年代以降になると1時間枠での放送が定着し、 放題も全シーズンを通して宇宙大作戦に統一された。また、オープニング映像も本国に準じたスタイルとなっている。日本テレビ系 S401 年宇宙大作戦の放題で第1シーズン全29話が放送された。オープニング映像は本国でのそれとは違った独自の編集がなされており、映像の後半ではカー船長に扮した。 矢島正明による登場人物紹介のナレーションがある。そのため、ベスト版 VHS や LD2000 年代前半までの再放送では、第1シーズンの話であってもオープニング映像のみ、第2シーズンのものに差し替えられていた。富士テレビ系宇宙パトロールの放題で、第2.3シーズン計50話を各話前後編に分割し30分枠で放送された。 チャーリーや加藤など、登場人物の吹き替え声優が一部変更されている。なお、富山県では放映県が、フジテレビ系移行した後も、富山テレビ放送へ移行せず、北日本放送が継続して放送した。NHK 衛星、第2テレビジョン、スタートレック宇宙大作戦の放題で、デジタルリマスター版が2007年7月から2009年9月に、かけて放送された。 スーパー。ドラマ TV 宇宙大作戦スタートレックの放題で、9極名のスーパーチャンネル時代から、同局の定番番組として繰り返し放送されている。2008年以降は、デジタルリマスター版での放送に切り替わった。2019年からは長らく、日本では未放送だった第1パイロット版、歪んだ楽園が不定期に放送されている。 ネットフリックス、スタートレック、宇宙大作戦の放題で、第1パイロット版、歪んだ楽園を含む計80話が動画配信されている。映像はデジタルリマスター版だが、第1パイロット版、歪んだ楽園のみ、特撮シーンの差し替えが行われていないバージョンである。イギリスにおける、初回放送は BBC によってなされ、全4シーズンに分割されたほか、 第一シーズン途中までは、モノクロ放送だった。また、子供向け番組の扱いだったため、刺激が強く不快なテーマを含んでいると判断された3話が、当初から放送が見送られており、これら3話は1992年時の再放送まで、封印扱いであった。加えて、第8話、400歳の少女は、 初回放送時にオンエアされたものの後に視聴者からのクレームがあったため1993年まで再放送のリストから外されていたオリジナル版本国放映順オリジナル版日本放送順デジタルリマスター版放送順制作順はかなり異なっているデジタルリマスター版の日本での放送は 2007年からの NHKBS2 ではデジタルリマスター版本国放送順に近い放送順によって2008年からのスーパードラマ TV ではオリジナル版本国放映順によってなされたネットフリックスでのシーズン内のエピソード番号は第1パイロット版歪んだ楽園が第1シーズンの第1話になっていること以外はオリジナル版本国放映順に準じている また、第11.12位は、タロス星の限界人は1965年に、制作された第一パイロット版、歪んだ楽園の映像に、新たな映像を追加、再構成して作られており、制作順では1話分として計上されている。1964年5月、ロッデンベリーは、デシルプロダクションが、番組企画を売り込んだ NBC から3話分の、プロットを求められる。 その後、3話分のプロットのうちの1話分をパイロット版として制作することが決まり、ジェフリー・ハンターをクリストファー・パイク船長役とした第1パイロット版、歪んだ楽園が制作された。この第1パイロット版、歪んだ楽園は NBC からアクションシーンの少なさを指摘されたものの、異例ながら新たなパイロット版の制作が許可され、シャトナーをカーク船長役とする。 第2パイロット版、光る目玉が制作された。この際、スポック以外の登場人物は一新されている。この第2パイロット版、光る目玉により、1966年2月に本作の放映が決定し、同年9月より放映されることとなった。第2パイロット版、光る目玉が第3話として放送されたのに対して、第1パイロット版、歪んだ楽園は、 スポック以外の登場人物が一新されたこともあって放送されず、さらに本話のネガフィルムは第1一1 2はタロス星の限界人の編集に使用されたため完全な状態でのネガフィルムは長らく現存しないと思われていた。1986年に発売された VHS では第1一1 2はタロス星の限界人に使用されなかったシーンと 音声をロッデンベリーが所有していた白黒のアークプリント版で補うことで復元している。しかし、1987年に使用されなかったシーンのネガフィルムが発見されたことから完全な復元が可能となり、1988年10月に新スタートレックの番宣特番の中で放映された。本作をゲーム化したスタートレックがアマチュアラにより、 非公式ながら公開され、手軽に遊べる数少ないシミュレーションゲームとして1980年代初期まで人気を博した。ユニックス自体がこのゲームのために企画し、設計されたとも見分されるが、スペーストラベルにまつわるエピソードの誤解である。メーナード・ファーガソンの演奏による本作のテーマ曲のアレンジーバージョンがアメリカオーダンウルトラクイズに使用された。 そのため、日本のテレビ番組においては、本作のテーマ曲は、アメリカやクイズ番組を想起させる BGM として用いられることが多く、宇宙を想起させる BGM として用いられることは、稀である。同アレンジーバージョンは、コナミの音楽アーケードゲーム、ポップンミュージックに、アメリカ、スタートレックという曲名で収録され、公式サイトには、 アメリカを代表する壮大なスペースオペラが登場だよ。クリンゴンに行きたいか。という両番組をパロディにした曲紹介も存在した。スタートレックシリーズ生誕30周年を記念して制作されたスタートレックディープスペース9第104話伝説の軸上では DS9 の登場人物が本作の第44話 新宿アドトリティケールの時代にタイムスリップする話が描かれた。第44話、新宿アドトリティケールの映像と新つまみシーンを組み合わせて物語が展開され、さらに当時最新の CG と VFX を駆使して、本作の映像の中に DS9 の登場人物を合成させ、両作の登場人物を共演させている。また、 新つまみシーンではドアに登場したクリンゴンのスパイアーン・ダービンが当時と同じ俳優で再登場する。吹き替えではカーク、ウフ・ウラ、スコットに当時と同じキャストを起用してセリフを新録している。なお、この時のキャストは後のデジタルリマスター版 DVD の追加収録や 劇場版のスペシャルコレクターズエディション DVD のために新録された吹き替えでもほぼ踏襲されている。ありがとうございます。